ましょう。じゃあ11時23時何分から半から次つあ次次ってなんだカタカナになる。私今日めっちゃ寒いか。次今あの何やっけあのカラオケのやつ見てるんですよ今。うまいねみんな、すごすぎるよね。前髪これねちょっといつもよりは長めに切ってもらったんですけど、本当はもうちょっと長めでいようと思ってて、前髪ない方が可愛いっていうのを言われてるので、ちょっとこっちに なんかでもこれぐらいの長さが一番ちょっと鬱陶しいじゃないですか。前髪目にかかるぐらいの長さが一番嫌なんで、ちょっといろいろね、ちょっとわーってなるんで切っちゃいました。でも伸ばしたいなと思ってます。今ちゃんとペチャッとしたらこれぐらいなんですけど、伸ばしたい。伸ばしてでもどういう髪型にしようかっていう話なんですよね。ね、前髪すぐ伸びるよね、わかる。めっちゃそれなんかね、ほんまに聞いてください聞いてくれてるか。あの昨日じゃあ今日やったトリートメントがいつもと違うくて、髪質改善とあとなんか半年に1回ぐらいやったらいいトリートメントらしくて、このめっちゃサラサラ、マジで触ってほしい、みんなに触ってほしいっす。あと美容院ってなんで眠たくなるんでしょうね。なんか眠く、そう半年に1回そうやったらいいらしい。でなんかその間は普通のトリートメントをして、いつも通りの美容院でね、でこのトリートメントは半月じゃあ半年に1回やったらいいらしい。これ弟に動画撮ってもらったんで後で載せますけど、なんかサラサラが伝わるのかなっていう感じです。あの動画でちょっと伝わるかなっていう感じ。トリートメントの CM 出てきそうCM だよ、出たい CM。 ほんまにサラサラです。これがね、これがもう毎日これやったら寝癖つけたくないよね、美容院行った後って。なんか分からんけどいい匂い。私空いてますよ今日は。でも整えただけでした。今日はなんかついてる、なんかついてました。
朝目覚めたらどうせ誰かになってやしないかな。明日は早朝から写真撮りに行きます。頑張ってください。すごい早朝に起きて。何系の香り？なんか一回レックっていうアプリで紹介したんですけど、プラチナムドロップのシャンプーとリンスを、シャンプーとかをしてもらって、でそのヘアミストもプラチナドロップだったんで、多分今日言ってたのはフルーティーフローラルの香りって言ってました。フルーティーフローラルの香りですねって言ってました。そう、明日お話し会です。わーわー、お話し会の時のニックネームってヘナノにしても怒られないです。怒られないと思います。フルーツなのか花なのかそう、フルーツなのか花なのかですね。本当に昨日のアウトデラックス見ましたよ。髪の毛さらりなんだ。そうなんです、髪の毛さらり、耳にかけても落ちてきます。ほら、10月11日のチケット取ったけどまた負けちゃいました。阪神かな。あ、えぐい、ローソン行くの忘れてた。あえぐいえぐい。くそ、アウトレックスやばかったね。ぜひ髪の毛染めない？染めたい。なんかショートにして、ショートというかこれぐらいの長さにして髪を染めたいです。ファンクラブ、そうファンクラブの、そうそうそう、阪神のファンクラブに入るためのお金を払いに行かないけないんです。うん、慈悲はスパイダー入れない、スパイダーはね入れないですね。髪の毛染めたことないです。染めたことない、頭皮が弱いからちょっと染めるの怖いなっていうのもありますね。痛そう。なんか一回あれでも痛いんですよ、ストレートパーマの薬もうちょっと若干ピリッとするんで怖いなと思います。インナーカラーはねちょっとあんまりかな、個人的には。なんかうん、あんまりですね。ブルーチしてから色入れたらほんまに気絶する笑った。今日は一日すっぴんでした、朝から晩まで。今すっぴんです。聞こえた？ごめんなさい、ごめんなさい。今もすっぴんです。そうです、今もすっぴん。喉の音聞こえました？すっぴんでも可愛い、嬉しい。
今日メイクしてないです。聞こえた？ごめんなさい、ごめんなさい。おもろいな、ほんまどうなるよね、やっぱご飯食べた後はね。すっぴんやって分からんかった。公開のどうならし。人間だもの、本当に染めないでほしいけど染めてるのを見たい。まあね、でもアイドルのうちはこのままでいいなとも思います。なんかだってアイドルね、やめてからでもできるものっていう感じ、いつでもできる、おばあちゃんの時でも大人になっても今も大人なんですけど、もっと大人になっても染めることはできるし、うん、今はこれでもいいかなって思うかな。まあ、絶滅黒髪少女歌えるしね、これやったら。絶滅の黒髪少女よ。うん、ダダ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 。そうよ、日本の美ですよ黒髪は。こんなに黒髪守ってるメンバーいなくない？はい、ベテランでは私ぐらいじゃないかな。ベテランって言ったらあれけど、後輩も今は染めてるしね、みんな。みんなもっとそれを広めて、私の純粋な髪の毛。でもね、こうめくったらここら辺がちょっと色素薄いというか、なんかメッシュ入れてるみたいなんですよね。わかるかな、わかります？渚はね染めてましたね。ほらわかるかな、ちょっと色違いますよね。そう、ここがちょっと茶色いです。ここの短い毛がそう茶色い。毛量多く見える？これ、そう天然メッシュなんですよ。ミルさんも染めてますね。サイピーさんも結構染めてますね。そうだから茶髪にして可愛いかもしらへん、もっと垢抜けるかもしれませんね、染めたとしたら。もしかしたら似合うかもしれん。前髪って決まらないと一日嫌になりますか？そんな嫌にはならないけど、でもやっぱりあ今日うまくいったって時は気分がいいですね。うん、垢抜けたら垢もっと好きになる。垢抜けたい、垢抜けたいでしょ。ピンク似合うかな、ピンク似合いますかね。
枝毛、枝毛私はもうないです。枝毛ないんですよあんまり。なんか中学生の頃とか高校の時とか授業中暇やったんで、あそんなことないです。授業中はたまあまあまあ聞きつつ、ちょっとあなんか聞きつつですよ、聞きつつこうやって枝毛を探してました。そう。人生でショートやった時期ありますよ。幼稚園の時にショートでパーマを当ててました、うん、幼稚園の時の方が増せてますね正直。ショートでパーマ、なんかそういう可愛い人に憧れてて、テレビに出る人とかがパーマを当ててるって聞いて、パーマを当ててました。懐かしい。そうおしゃれエンジ、とりあえず禁止部まではピンクをやめとこう。せえへんわ。ピンクはしませんよ。まあほんのり可愛いピンクだったらねいいかもですね。なんかどぎついピンクは似合う人と似合わへん人おるから、ちょっと勇気はすごいいりますよね。なんかでも韓国のアイドルの方とかは可愛いなって思います。ここ卒業してすぐパーマかけてたけどすぐ飽きたね。飽きるよね。ワンパターンしかなくなっちゃうからね、ショートだと特に。まあでもそれをうまいこと使ってる人もいますよね。それは本当に尊敬する。うわすごいなって思う。得ならどんなでも褒めるから心配しないでいいよ。優しい。心配しますわそれは。逆に生まれつきのテンパで髪型変えたことないので羨ましい。えテンパいいやん、可愛いですよね。あの道明寺のイメージテンパ。慈悲のロング憧れる。嬉しい、やった。ありがとうございます。僕の人生23年間ぐらい迎えました。若っ。めっちゃポキポキなる足。チヒレブで髪型攻めがち。そうなんか気合入るのよ、こういうなんかなんていうの、こういうやつね、こういうやつとかすごい気合が入るというか、あと目立つ、目立ちます。目立つから好きですね。でも本当はストレートとかがいいんですけど、どっちが好きですか？私ストレートがいいんです。ストレートでなんかナチュラルな感じとかも好きなんですけど、あと巻いてて大人な感じも好きなんですけど、ストレート派？やっぱストレートが
なんか揺れるの好きですよね、揺れる髪型。なんかこうわついた。強いて言えば顎出し、顎出しちゃうわ額出しポニーへえ。顎出しってのは日本語、額出しですね。どちらもそれぞれ好き、え嬉しい。顎出しダメですね。お腹空いてないです。スレッドはサラサラ感あっていいよね。ね、いいですよね。そう、サラサラ感いいですね。懐かしい。弟とね、私がこうやってこうやって床で同じ格好して寝てるっていう写真をお母さんが撮ってて、その写真を今見つけて懐かしいってなってます。いつやこれ、2019年ですね。老化夫婦犬してる時は骨折れた時ですね、弟のおもろいなあれ。面白い、面白かったな、ほんま。なんであんな面白かったの。てください、ガッツキガールズ。この時なんか顔違うなと思ってたんですよ。じゃあビューラーとマスカラするの忘れてて、アイラインもめちゃめちゃ薄いし、いやむしろ引いてるみたいな感じやしすごい反省しました。まつげ大事。ギフト、カチュさん音符ありがとうございます。かわいい演員さんありがとうございます。ハートマインさんありがとうございます。ハートジェロさん、ハートヨックンさんありがとうございます。どこまで行った。マイピンクさんかわいいありがとうございます。バラ演員さんありがとうございます。ハートの原しのすけのすけさんありがとうございます。いっぱいありがとうございます。音符よっくんさんありがとうございます。ハートさかひろさんありがとうございます。バラひんちゃんさんありがとうございます。かわいいひんちゃんさんありがとうございます。だるまのとやさんありがとうございます。だるまたかひろさんありがとうございます。ハートひんちゃんさんありがとうございます。ハートまいんさんもありがとうございます。ハートジェロさんありがとうございます。ハートしもりんさんありがとうございます。だるまのはらしんのすけのすけさん、だるまこもさんありがとうございます。いっぱい、みんないっぱいありがとうございます。ハートたかひろさんありがとうございます。ハートまいんさん、だるまこもさん、ハートよくんさんありがとうございます。だるまたけどんさん、かわいい焼きそばさん、ハートのとやさん、かわいいまさあきさん、かわいいくにさんさん、ありがとうございます。ありがとうございました。おでこが見たい。パカン。犬ダッシュ何回も見ました。嬉しい、ありがとうございます。飲み込んだカウント忘れてた。あ、頑張れ、まだ時間はある。ピカピカチュウ
ピカチュウ、ピカピカ。おでこ見せてって言われてすぐ見せるアイドルあんまいないと思う。ほんま、何でも見せれます。すごい産毛がこれぐらい、なんかやばいよね。やっぱここの毛って大事やと思う。なんかここのなんていうの、こういう毛、この毛、この毛大事。わかります？この毛すごい大事。この毛、ここら辺の毛を残しておでこ上げたらめっちゃいいです。ね、ここなかったらなんかもう顔面、顔面って感じになっちゃうから大事です。1月の TGC の時の慈悲めっちゃ可愛いか嬉しい、可愛いか。あと2分だ。あ、ランキング13位マインさん、12位サーさん、11位シモリンさん、10位じゃあん13位シモリンさん、12位オリア女子ジョーさん、11位ショウさん、10位ヨックンさん、9位カチュさん、8位リンゴリンガリンゲストさん、7位焼きそばさん、6位野原しんのすけのすけさん、5位たかひろさん、4位ひんちゃんさん、3位まさあきさん、2位えいじさん、1位ひろじいさん、ありがとうございました。パティパティパティ、ありがとうございます。ありがとう。止まった熱唱してたら止まった。また後で会いましょうね。君がいなくなった日々もめっちゃおもろいな、熱唱したらと思った。もう終わります。またね、また後で会いましょう。バイバイ。See you. Bye bye.